熊の人365話。小さい頃、母ちゃんと同じ布団で寝てて不思議な体験をしましたね。なあ、いくつぐらいでしょうか。まだ小学校上がったぐらいだと思いますけど、いつもずっと、寝間、寝室ね、寝間の後ろのドアをこう、ドアっていうか戸を開けると、開けていつもそこで夜中しょんべんしよったんですよ。いつものことながら寝ぼけ半分でって言ったらね、そこに真っ白い山伏の格好してドンと持ってね、もう本当要するに修行者っていうの、そういう感じの人がもう開けたらこうって言ったら、それ立っとるからよーし玉がってうわーってバチンと閉めて、それでどげしたとって感じが、いや、だから山伏村つに追いやっとったい。今考えれば僕の守護霊様じゃなかったかなと思います。開けてすぐ見たけどもういないし、本当に見たのかどうかも分かりませんけど、いやいやびっくりしました。それからもうそこで絶対しょんべんしなくなりましたね。皆さんご存知ですかね、ウベとかアケビは分かるでしょ。ウベ分かるかな、アケビ。まあもう本当こう一つ先輩のとかなんか、ハルちゃんって今すぐ目の前で、ハルちゃん、ウベチキ行こうか、行こう行こうって言って、3人、4人で行くわけですよ。おーで、まあ、ウベは、もうなんか木にまつわれついて、熟すると紫色になります。割ると、中の、中側がザラ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 して、そして、あの、こう、粒が入ってて、その周りに白いのがついて、これがクーッって言って食べるとものすごい甘いんです。これがウベなんですよ。それでこれ飲み込むとね、いやー出らんばい、本当にもうここ便所行くのが大変なぐらいだから、これ種は飲み込んじゃない、ただでもお腹すいた時には飲み込んじゃうんだよね。それでもうこう高い木に行ってもう見えるでしょ、あらおがとう、おがとう、おがとうって先に指さした方が勝ち。わあもうで、だから誰よりも先に見つけることが先、おがとうって言って、俺のぞって言って、おがとうだって言って言ってした方が勝ちね。あけびはもうちっちゃいところにさ、こうあれするから、こう割れると怒ってきちゃうから、割れない前にちょうど薄紫のあけびなんか、まあめっちゃうまかったで、もう今それができないことがね悔しい。熊の人365話。